2023年8月23日、この日、インドの宇宙船チャンドラヤーン3号が歴史を作りました。地球からは通常見ることができない場所にある月の南極に初めて着陸したのです。科学者たちがこの月の隠れ家を魅力的に感じているのはなぜでしょう。実はここには貴重な月の氷が隠れているのです。この場所は月の北部より氷が豊富であると考えられています。科学者たちが夢中になっている理由は明らかです。それは凍った水源であり、月に家を建てる鍵となるかもしれません。あるいは火星着陸ミッションの途中の燃料供給施設として利用できるかもしれません。NASA のある宇宙船がミッション中に偶然発見して以来、科学者たちは20年以上もの間氷の存在を把握していました。そして2018年、 NASA は氷の存在を 100% 確信していると宣言しました。彼らは月の南極は水が豊富であるとしています。将来の月の開拓者たちがこの水資源を利用できると想像してください。それは荒れた月の世界で命を維持するのに役立つでしょう。さらに水を酸素と水素に分けることで空気とロケット燃料の両方を得ることができます。これにより月面ミッションはより現実的で継続的なものになるでしょう。これは月の過去を知ることにもつながります。この古代の氷はおそらく月そのものと同じくらい古く、地球や月の謎を解き明かす可能性があります。実は宇宙での水の存在は全く珍しくないことが判明しました。生命が栄える惑星がたくさん存在するかもしれません。これは星の周りで水蒸気を見つけ始めたからです。そしてこの水は私たちの太陽系の水と驚くほど似ています。この発見は地球上の水がもともと宇宙から来たことを示唆しています。水は星の周りにある非常に高温な蒸気の雲の中で形成されます。その後水は氷に変わり微小な粒子に付着します。これらの粒子は時間とともにくっつき合い、彗星や惑星などの大きな天体になります。そのうちのいくつかは太陽系内で彗星や惑星になります。水は宇宙全体に広がり、その一部が地球や月に到達したのかもしれません。科学者たちは月の氷は何億年も前からあったのだろうと考えています。おそらく水分を豊富に含んだ小惑星が月の表面に衝突したことにより水が運ばれたのでしょう。これは私たちにとって大きな意味を持ちます。月の南極は人類が月面基地を設立するための理想的な場所です。レンガでできたドームが秘密の地下トンネルでつながっているとイメージしてください。そこでは多くの人がせわしなくコンピューターを操作しています。他の人々はジープで月面を走りながら貴重な資源の採掘に向かっています。我々はこれを実現するための非常にクールなアイデアを持っています。ひょっとしてあなたは地球から重くて高額なシェルターを運ぶと考えたかもしれませんが、もっと効果的な方法がありそうです。私たちの文明の歴史を考えてみてください。人間は新しい土地に冒険するたびに周囲の環境を調査し、資源を最大限に使って繁栄し広がっていったのです。果たして月でも同じことができるのでしょうか。あなたは月がどのような資源を持つか疑問に思うかもしれません。月に氷があればこれを水に変えることはできます。しかし豊かな緑や食べられる食物がないことは明らかです。実は月からは鉱物資源と太陽光を得ることができます。地球と違って日の出も日没もなく、月の極ではとても美しい光景が広がっています。太陽は1日かけて水平線を優雅に周回します。つまりほぼ途切れることなく電力源を得られるのです。常に日光に照らされた世界で生活することを想像してみてください。太陽光パネルには最適でしょうが、人にはどうでしょうか。太陽光だけでなく、その熱も利用できます。そう、私たちは全てを利用すべきです。酸素を生成する過程で余分な金属が出た場合は、その金属の使い道を見つけましょう。私たちは環境に責任を持って対応しなければなりません。地球だけでなく、月も同じです。そのため科学者たちは、月の最も豊富な資源、レゴリスを頑丈なレンガに変える方法を研究しています。彼らは非常にクリエイティブに月のレンガを作る方法を考え出しました。科学者たちは月の塵を層ごとに溶かすための太陽の熱を使った専用 3D プリンターを作ろうとしています。
熟練のエンジニアたちはソーラーオーブンを使ってレンガを焼いたり、マイクロ波で月の土を砕いています。私たちは月に小さなレンガ工場を持ち、レゴリスの家を建てることになるかもしれません。まるで現実のマインクラフトのようです。新しい素材を見つけたら、それを使って小さな家を建てなければなりません。うまくいけば膨張式モジュールを覆ったり、放棄された探索機に新たな命を吹き込み、建物の建設に使用することができるでしょう。宇宙飛行士は熟練のレンガ職人になるのでしょうか。もちろん自分たちで全てやるわけではなく、小さな自動化システムを作成する必要があります。これには協力して作業するロボットが必要です。もちろん人間が建設現場を監督します。こうした自動化にもかかわらず、科学者たちは月の生活が快適になると信じています。デザインには複数の居住区や多目的エリアが含まれるかもしれません。ただし課題も存在します。月の環境は極端です。昼間は最高100度に達する焼けつくような気温となるのです。そして夜にはなんとマイナス290度まで急激に温度が下がります。天気だけの問題ではありません。月は絶え間なく太陽の放射、宇宙線、そして微小隕石の衝撃にさらされています。これらが月面のあらゆるものを消耗させていきます。もう一つの大きな課題は月の塵です。月には空気がなく、塵が問題を起こす可能性があります。しかもただの塵ではありません。非常に粘着性があり、宇宙飛行士がくしゃみをしたり涙が出るほどしつこく、まるで月の花粉症のようです。また機器や宇宙服を破損することもあります。できれば扱いたくないですね。科学者たちは隕石が月に衝突することで微粒子や鋭いガラス片が生成されることを発見しました。それらは有毒であり、微小な粒子が月の低重力下で浮遊することで呼吸が困難になります。地球と違って月には風や雨がないため、それを洗い流すことができません。こうした問題によってミッションが台無しにならないよう、今も研究が行われています。月には目に見える以上のものがあります。科学者たちは月の低周波、電磁波の謎に迫りたいと考えています。この波は宇宙の彼方からのささやきです。これらの捉えどころのない信号は長い間隠されてきました。私たちはかつてラジオやその他の雑音をいくつか捉えただけでしたが、月の裏側ならついにこの波形を記録し研究することができるのです。これらの波の研究は科学者が宇宙の起源の解明をする手助けになるでしょう。地球や月だけではありません。私たちは世界の始まりを垣間見る可能性があるのです。新しい月面研究所によって宇宙の理解を覆すことになるかもしれません。 NASA は現在大きな月のプロジェクトを持っています。このアルテミスミッションは宇宙で約1ヶ月間過ごした後、2022年12月に地球へと帰還しました。このミッションでは月を遥かに超える場所へと旅をし、私たちが火星探査するための技術開発能力を証明しました。アルテミスの目標は月に恒久的な基地を建てることです。彼らは衛星の周りの軌道上にある宇宙ステーションのようなゲートウェイを作り、着陸を支援する場所の構築を望んでいます。アルテミス2号は2024年宇宙飛行士を月の軌道に運ぶ予定です。そして2020年代半ばに行われる予定のアルテミス3号では2人の宇宙飛行士が月の南極近くに着陸します。月面基地が今後数十年以内に建設される可能性が高いです。乞うご期待。